クラマ山工作鉄道は、京都府京都市左京区にある倉間寺院クラマへの参詣者の利便を図るため、宗教法人クラマデラが運行しているケーブルカー。鉄道事業法による許可を受けた鉄道としては、唯一の宗教法人が運営しているケーブルカーであり、日本一短い鉄道である。一車両が駅間を往復するだけの単線で行き違い設備はない。 乗務員や出殺係員などの多くは、寒いを着用している。2016年5月20日から更新された設備、車両で運行している。車両などのデータは突起なければ2015年5月10日、限りで引退した三代目車両のものである。換算機は15分間隔の運行で、大和駅は、毎時10.2540.55分発。駅は、 その3分後の発車。所要時間は約2分。始発は三門駅発の場合は8時18分で、最終は多宝島駅の場合が16時50分で、6月から8月までは17時20分に延長される。多脚時はピストン運転を行う。車両には幼い頃倉間寺で修行した源義経の陽明牛若丸にちなみ、 牛は加工の愛称がついている。1996年製の三代目、車両、牛は加工3の所言は、以下の通り。期間 800mm のゴムタイヤ式の車両1両と、重りとの構想式。1957年の開業当初の車両は、期間 762mm の鉄車輪2両構想式だった。 1976年から使用された2代目車両はゴムタイヤ式に改められたが河川終電を行っていた。1996年からの3代目より河川が廃止され、モノレールや新交通システムのように軌道脇から終電する方式となった。2016年からの4代目車両、牛若工法は車内で使用する電源を駅で充電する方式に、 なった。鉄道事業法による許可を受けた鉄道としては、現在唯一の運賃が無料の鉄道である。ただし、蔵間寺に初動維持の寄付金一口200円を寄付した人だけが、蔵間寺からのお礼の形で無料で乗車できるようになっているので、寄付金200円が事実上の運賃と言える。なお、運賃扱いだと、 宗教法人といえども課税されるが、寄付金だと非課税扱いになる。クラマデラの公式サイトでは、クラマ山ケーブルは、足の弱い方や、年配の方が少しでも楽に参拝できるように、付設されたもので、営利事業ではありません。そこで運賃をいただくのではなく、クラマ山内の同社維持にご協力いただいた方に、そのお礼として、ケーブルを利用していただくということになっています。 としている。2015年の改修前までは、駅受付で、初動維持の寄付をした人に、事実上の乗車券である、参拝記念の花びらを一口一枚交付していた。これは、倉間山内の初動や施設を維持するために、ご協力いただきありがとうございました。そのお礼として、ケーブルカーを、片道ご利用いただきます。この花びらを係員に提示してご乗車ください。 と記されたレンゲの花びらの形をした紙の乗車表で、下に半券を切り離すことができるミシン目があり、乗車時に半券を切り離していた。回収後は、自動券売機による寄進票に変わった。寄進票は、レシートのような薄い関熱紙で、乗車時に寄進票は回収されるが、券売機は領収書も別に発行できるほか、券売機の横に、 参拝記念と書かれたかつての参拝記念の花びらと同じ大きさの紙が置かれて自由にとって記念に持ち帰ることができるようになっている。これには倉間山内の書道や施設を維持するためにご協力いただきありがとうございました。そのお礼としてケーブルカーを片道ご利用いただきます。この花びらはご参拝の記念にお持ち帰りくださいと記されており、下部に 半券部分はない。なお寺川は、歩くことが可能な人は、ケーブルカーを使用せずに参道を歩くことを勧めている。自然の中を歩いて参拝してこそ、倉間寺の本尊であり、自然の力の根源である、御事天をより強く感じることができるからだという、理由からであり、かつ途中に、雪神社など見どころも、多い道で、牛若丸や、 聖書ナゴンも歩いた歴史の道であるという理由でもある。ありがとうございます。